目の不自由な方へ音の出る信号機を、第13回 RCC ラジオチャリティーミュージックソン。広島家族の皆さん、おはようございます。RCC アナウンサー、本名正則でございます。まあ皆様お楽しみいただいていると思いますけれども、昨日の正午から今日の正午まで RCC ラジオ、チャリティーミュージックソン第13回になりますね。放送中でございます。現在進行形ということで。この時間私、本名がですね、毎年女性アナウンサーとペアなんですけども、今年は私一人でですね、朝のニュースと音楽を中心に8時59分まで RCC 第1スタジオから生放送でお送りいたします。動画配信はありません。動画配信も結構お楽しみいただいたみたいで、ようございましたですね。で、RCC 本社ロビーでの募金活動、先ほど7時から再開いたしました。どうかお忙しい中と思いますけれどもですね、出勤途中の皆様、RCC 本社前取られる方はですね、お立ち寄りいただければ幸いでございます。いくらでも結構でございますから、ご協力お願いいたします。それでは、ここで、ラジオチャリティーミュージックソンの趣旨を説明いたします。ミュージックソンとはミュージックとマラソンを合わせた言葉です。 RCC ラジオでは目の不自由な方へ音の出る信号機を合言葉に、昨日の正午から今日の正午まで24時間にわたって音楽を通じて皆さんに募金のご協力をお願いしています。まあ、あまり音楽じゃなくてどっちかというとトークを通じてになってるかもしれませんけれども、音楽も通じてお願いしております。で、 RCC がラジオチャリティーミュージックソンを実施するのは今回13回目ということになりますが、去年集まった募金の総額はおよそ528万円。その募金で、以上、中国新聞ニュース、百人百色のハッピーにお答えする住まいづくり、エルクホームズの提供でお送りしました。というわけで、この時間はもう間もなく終わりなんでございますが。やっぱ上手だわ。だろ、聞き惚れてたでしょ。やっぱ聞き応えがあった。うん、それはもうエルクホームズさんも嬉しいわ。でしょ、こんなちゃんと読んでくれたら。君さ、その、はいはい、もうニュース読んでない期間って何年ぐらいになる？もう10年以上読んでないと思います。あ、もう読み方わかんないですよ。もう字を忘れたじゃろ。あのね、俺がニュースを読むことがもうニュースみたいなぐらい全然読んでないですね。本当だよね。はい、いや、何かその場合はだから RCC で何かが起こっていると見ていいわけで、うん、そうですね。横山がニュースを読まなくてはいけない事態が起こっているという、ある意味緊急事態ですよね。あ、申し遅れました、天才横山でございます。知ってるよ。あ、そうですか。昨日嫌っちゅうほど一緒にいたよ、もう。久々にね、でもね、濃密な時間を過ごさせてもらって、濃厚接触したんだよ、なんか、うん、いい2020年だなと思いました。この後の運びなんですけど、はいはい、STU48 の皆さんが RCC 第2スタジオからお送りするということで、ほうほう、この横本はですね、ほうほう、午前10時から正午までのフィナーレがございます、うん、そこから再びお耳にかかるというこういう段取りで、で、動画配信はそこからみたいですね。10時からでございまして、ほうほう、はい、でこれか STU48 と、うん、佐竹ボールボーイ佐竹、ああ、なるほどなるほど、うん、らしいですよ、はい、なんか絡ませてもらえないみたいですよ。清らかな皆さんとは絡ませないっていうことだ。佐竹が清らかだけ。いや、佐竹ってすいません、お笑いの佐竹ですよ。はいはいはい、お米を千枚機の方じゃないですよ。言ってちゃんとした佐竹さんじゃなくて、そうそうそう、その辺はちゃんと分けて、ダメな方の佐竹さんってことよね。そうです、佐竹さんといえば大工でございますけれども、はいはい、ごめんなさい、用心大工は、どうなったの？あのね、うん、本当に無観客オンラインだったんですけど、いい形でやらせていただいて、あ、そうですか。で、去年は1739人の方が参加してだったんですけど、はい、まあ、それを超える1万人近い方が動画を見ていただいて参加していただいたってことなので、動画ずしばらく見られるの、ずっと、ね、うん、1週間だったのでもうそろそろですね。あ、じゃあまだの方はぜひ見てください、はい、というわけで、引き続きお楽しみください。皆さん、おはようございます。STU48 の今村美月です。カイコカーです。矢野ほのかです。そして自称カープ芸人ボールボーイ佐竹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、始まりました。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、ということで、まあ、我々ですね、いつもはですね RCC ラジオで毎週土曜日の夜11時から STU48 のチリメンパーティーという番組をお届けしております。
今日は番組を飛び出してこの4人が、ミュージックソンに参加させていただくということなんですけども、はい、ありがとうございます。やっと出れたな。やっと出ましたね。待ってました。これこそほんまにサンタさんからのプレゼントや。いやありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。サンタさんありがとう。朝から嬉しい。ねえ、9時ですね。ね、なんかそうよ、この時間になかなか喋ることもないからさ。ない。すごい新鮮だよね。ありがとう。元気よね。満点でいきましょうね。ちょっといつもと違うテンションやけど。なんか何？ちょっと縮めんとは違うよね。なんかな。何？時間帯なんかそれちょっとかしこまるというか、背筋をピンとしながら。そうですね。でもやっぱり僕らはね、はい、我々は本当に我々の良さをこう出していきたいなと思いますね。はいはい。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、今村さん、はい、改めて STU48、はい、というのをねちょっと紹介していただきたいなと思いますけども。はい、はい、私たち STU48 は、うん、瀬戸内7県を中心に活動する AKB48 6番目の姉妹グループとなっています。はい、もう結成して何年ぐらいですか？結成して、4年が経ちそうです、ね。だから次も5年目ということね、はい、3月で5年目に突入して、まあ、幅広く活躍されてますけども、うん、なんとこの STU48、はいはい、2021年1月に武道館で、はい、単独ライブ、はい、決まっております。ありがとうございます。ちょっとどんな余裕な感じ、緊張感なくない？いやいやいや、立ったことがないから、しかも何も想像つかなさすぎて。わかる、うん、でもただすごいことっていうのだけは思ってます。この武道館っていう名前がね、うん、インパクト、インパクトあるね。すごいよね。いいです。それぐらいのテンションが STU48 っぽくていい。すごい。自分の力いきます。まあでもね、こうやってたくさんの方にこう音楽を届けれるということでございますけども、はいはいはい、さあ、このラジオチャリティーミュージックソンということで、はい、今回のテーマ、辛い時こそ音楽ということでございますけども、まあコロナ禍でね、もうすごい大変な1年だと思うんですけども、どうですか最近の活動とかっていうのは。どんなことを中心にやってるとかってありますか？そうですね、最近は、うん、配信限定で公演をさせていただいたりとか、 あと有観客っていうことになると、うん、お客さんが車に乗った状態のドライブインでのライブがあったりとか、うん、行きましたよ。お、ありがとうございます。そう、声も出せないから、うん、ライトをチカ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 させて、そう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 、新しかったよね。音楽でね、車のラジオから音楽が直接聞こえてきてっていう、はい、ね、目の前で踊ってるみたいな。これなんとか、まあこうね、伝えていきたい、いろんな形で伝えていきたいっていう、いろいろ考えさせられた1年、うん、ね、はい、ね、そうですね、はい、さあ、今回はですね、なんとメンバーの取材、取材行ってくれたということでね。はい、私矢野穂乃香が取材に行ってきました。うわ、報告もありますので。何がある？報告。報告もありますか？たっぷりちょっと取材してきたことをお伝えしたいと思いますので、はい、1時間私たちと一緒に過ごしていただければと思います。はい、ありがとうございます。楽しみにしております。さあ、それでは、午前9時現在の募金金額を発表したいと思います。はい、午前9時現在の募金金額は248万7861円です。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では改めて募金方法をおさらいしましょう。はい、募金について説明します。皆様からの上材で信号機に取り付ける音の出る装置を購入、音の出る装置を信号機につけて寄贈いたします。募金箱は広島県内の夢タウン、夢マート、レクト、RCC 本社ロビーなどに設置しています。 RCC ラジオのアナウンサーや パーソナリティがオンラインで募金のお願いをしている時間帯もありますので、ぜひご協力お願いいたします。私たちもこの後10時からオンラインで募金の呼びかけをさせていただきます。はい、さらにお買い物を通して募金いただくこともできます。昨日今日の2日間、広島県内の夢タウン全17店舗とレクトで対象となる商品をお買い上げいただくと、売上の一部がチャリティーに寄せられます。詳しくは県内の夢タウン、レクトの店頭でご確認ください。また口座振込でも募金いただけます。広島銀行
もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合の各本店、支店には、ミュージックソン専用の振込用紙が置いてあります。それを使っていただければ手数料はかかりません。はい。また、新型コロナウイルスの感染拡大を予防する新しい生活様式に対応するため、キャッシュレスによる募金も受け付けています。詳しくは RCC のホームページをご覧ください。はい。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして番組では24時間通してお便りを受け付けております。はい、今回のミュージックゾーンのテーマは辛い時こそ音楽、こんな時だからこそ笑おうです。お便りの宛先はradio@rcc.net radio@rcc.net です。はい、さあもうお便りが届いてるということで、今村さん、じゃあいつちょっと紹介していただきましょうか。はい、はい、ラジオネームマシャラブさんからです。はい、私は生まれつき右目が見えず、うん、左目は近視です。人に比べてバランス感覚が悪く、よくふらつきます。現在作業所に通っているのですが、送迎の際職員さんがいつもドアの開け閉めをしてくださり、体を支えてくださっていつもいつも感謝しております。その送迎をしてくださっていた職員さんが、うん、今日で退職されます。新しく NPO 法人を立ち上げられたとおっしゃっておられました、うん、ラジオを聞いておられたらいいのですが、ありがとうございましたとのことです。あ、そうだ、お疲れ様でしたってことですよね。今日で新しいステップへということで、期待しております。はいはい、だからこのようにですね、お便りどしどしご応募しております。さあ、それでは1曲お届けしましょう。はい、では STU48 の楽曲の中でも人気でとても電気が、うん、電気が出る曲を聴いていただきたいと思います。はい、それでは聴いてください。 STU48 で夢力。さあ、まずは今日この後のお天気をお伝えしましょう。 RCC 気象予報士の乙藤良平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、ですね、なんかちょっと空気がいつもとね、いつもスタジオにいると一番若い人だったはずなんですけどね。そうなんですか。スタジオが若さに溢れてたんで、ちょっと今日ね雰囲気が違うなと思ったんです。大丈夫、一人おっさんがいますんで安心してください。ありがとうございます。まあ、今この時間、はい、青空広がっていますんで、そうですね、まあ、北部山沿いでは少しパラッとね弱い雨雲かかってるところあると思うんですけれども、はい、特に発達するところはなさそうです、うん、ということで朝の冷え込みも今弱まってますんで、気温今昨日の日中よりももう暖かいんですよね。8度ぐらいあるので、昨日で雨降って冷たかったかなと思いますけれども、今日は高気圧近づいてきています、うん、この後南部中心に晴れ間広がりますんで、まあ、上空の薄雲とかはね広がるかなと思いますけれども、大きな天気の崩れはありません。すごいですか。ありがとうございます。そう、感動してるね。感動してる。いや、なんか天気のことをこんなベロベロ喋れるのすごいなって思うんです。いや、ベラベラ。言い方、言い方今。目の前でこう話すのすごいなって。そうね、ありがとうございます。感動する。どうでしょう。これからもう大きく崩れないですか。それをやっぱり僕ら気になるのはホワイトクリスマスっていうのが気になりますけど。ちょっとね、クリスマスは雪降らないかなって感じなので。そうですか。もう綺麗に晴れてる感じですかね。悔しい。逆に言うと北部なんかもこの後午後になると少しこう晴れ間出てきますので、そうなんですね。今日はね、全域で晴れるかなという感じになってきそうです。なるほど。ただ今日風強いんですよね。それとも西高東低の冬型の気圧配置進みますんで、ちょっとね北風が冷たくなりそうです。で、今日日中の気温が10度ぐらいまで上がる予想なんですけれども、まあ、風吹いてる分そこまで暖かくないかなという感じでね。風が出てくるとね、やっぱり体感は相当寒い、体感はね冷たくなりますんで、まあ、風を通しにくい服装の方がおすすめです、うん、ああ、なるほど。サイさん、なんか聞きたいことありますか。はい、どうやってその天気を伝えてるんですか。どうやってどうやって、そうね、熱意とまあでもそう、資料にこうこれあと天気予報が天気回復しますよとかという情報が書いてあるんで、うん、まあ、それを見て、うん、まあ、そうですね、寒気が来そうだったらちょっとやっぱ寒くなるかなとかありますんでね、はい、次の雨とかで言うと日曜日の午後ぐらいに雨降りそうだという予想に今なっていますんで。雨なんですか、雪じゃないですか。そうですね、まだちょっと寒気が弱いので、今週はまだ雪ではなく雨という感じで、北部もまあみぞれ混じるぐらいなので、まあ雨に基本なりそうですね。すごい、はい、
そうですよ。来週の火曜日ぐらいまではこう暖かい感じで気温がね10度上回ってくる感じなので、だから例年よりも暖かい、はい、暖かいんですよ今は。そうですね、ただ寒いですけど、そう例年よりは暖かい感じ。そうなんだ。ただこの後年末に寒波来ますんで、来週の水曜日30日ぐらいから一気にこう気温が下がる感じでね。で今のところ気象台の方でも先週来たこう1回で寒かったと思うんですけれども、それよりも寒くなる可能性あるということで、乗り越えるんです。その寒波で、まあ、ちょっと雪の方も北部少しね前回よりも降るかなという感じで見ていますんで、なるほど、雪の対策必要ですし、はい、あと1月にかけてまだちょっとこう一気にその年末来た後は気温低い状態が続くということで、うん、まあ、東京もそうですけれどもね、うん、来月舞踏会あるということでね、あ、そうです、その15日も多分寒い中になると思いますんで、ね、移動するさ暖かい格好の方がいいかなと思います。ライブ暑いですか。ライブ暑いですからね。さあ、乙藤さん、はい、最後に今出てる警報注意報はありますか。はい、南部に乾燥注意報出ていますので火の取り扱いはご注意ください、うん、はい、ありがとうございました。天気予報は乙藤良平さんでした。たくさんのですねメール届いてますので紹介していきましょう。じゃあまずは甲斐さん、はい、お願いします。八日市のチャーリーさんからです。はい、タクシー乗務員をしています、うん、この時期は一番の稼ぎ時なのに日に日にお客さんが減っています。そうか、気持ちだけでもポジティブに保とうと歌を歌いながら笑顔で運転していると、周りに空車がたくさんいるのに吸い寄せられるようにお客さんが乗ってきてくれます。世の中の状況を変えることはできないけれど自分の気持ちは変えることができるので今日も頑張ろうと思います。うーん、笑顔って大事ですね。ね、なんか服がね寄ってくるじゃないけど、やっぱ笑顔を、うん、笑う角には服着たい。それそれそれ、本当にそんな感じよね。だってずっと、カイさんずっと来てから笑っとるもんな。うん、ずっと笑ったよ。どこ行って笑ったのね、うん、クリスマスだっけ。いや、もう年中無休、年中無休で笑顔ずっと。いや、いいよ。なんで笑ったんって言われるもんね、言ってくるよね、うん、もう何が面白いまあでも嬉しい、嫌な気持ちにはならないし、うん、そうそう、こっちもちょっと笑おうみたいになってね、やっぱ元気だろうな、周りがな。ありがとうございます。さあ、もう一つ行きましょうか、はい、今村さんお願いします。はい、福山市のカノンおばちゃま様からです。昨夜クリスマスケーキをみんなで食べました。いいですね。いいね、いいな。83歳のばあちゃんは今日は誰の誕生日かと言ってました。キリスト様かな、サンタさん、きっとトナカイさん。うわ、そうです。いいな。めっちゃ気になるんですけど、うん、何ケーキ食べたんだよ。イエーマジ。いや、それはもうシンプルな、いちごが乗ったケーキちゃう。いや、チーズケーキだと思う。なんでブッシュドノエルとかもある。いや、モンブランかもしれない。いやいやいや、ちょっとチョコかもしれない。そんな、で、そこ気になるの。気になる。なんでめっちゃ気になる。いいやん。食べた、食べたの。食べました。バスクチーズケーキ。うわ、自分がチーズケーキ食べたけど。それ言いたかっただけやろ。そう、今の言いたかっただけよね。めっちゃ美味しかったんですよ、本当に。いいな、素敵な。ケーキ食べてない。まだ食べてないです。でも今日かな、か私は。今日、あ、今日、うん、私昨日ホールケーキを家族が食べてるの見た。食べてない。食べてない。一緒にもらってくださいよ。いちごでもらったよ。かわいそう。上だけ。上だけ。いちごいるって言ってくれて妹がくれた。あ、かわいい。なんてお預けくらい。いろんなねクリスマスがあるね。確かにね。いいですね。はい、さあということでこの後も皆さんからのお便りをご紹介します。目の不自由な方へ音の出る信号機を、 RCC ラジオチャリティーミュージックソン、 RCC 本社第2スタジオからお送りしています。さあ、今回は矢野さんがなんと取材に行ってきてくれたと、はい、いうことなんですけども。そうなんです、はい、私矢野ほのかがですね、うん、今回、ラジオチャリティーミュージックソンに参加させていただくにあたって、はい、音の出る信号機の大切さだったりとか、うん、目の不自由な方について、もっと知ろうと思って、はい、いろいろと取材をさせていただきました、うん、そしてですね、はい、今回私は、うん、広島市東区へさか専属にある、うん、目の不自由な方が通う広島県立広島中央特別支援学校に行かせていただきました。あ、そうなんです。もう行っていただいたということで。はい、行きました。で、はい、その学校はですね、うん、現在47人の方がそこで学んでいまして、
なんとあの3歳児から通える幼稚部と小学部、中学部、高等部の普通科があります、うん、でその高等部の理療科は、うん、あんまマッサージとか鍼灸を学べる科で、針のね、はい、そうなんですよ、18歳以上から通います。へえ、で現在は60代の方も通っているところです。すごい幅広い、幅広い、3歳から60歳、そうなんですよ、すごくこう幅広い年齢の方が通っていまして、ね、はいはい、で大人になってから目が不自由になった方だったりとかが、うん、あんまマッサージや鍼灸を学べるのも、うん、この学校の大きな特徴で、他の学校とここが違うよって言ってました。あ、なるほど。そうなんですよ。へさかにね、あったんやね。はい。え、矢野さんは、はい、どう、こういう取材は初めてなんですか？そうですね、私今回一人で行ってきたんですけど、一人でこうやって取材をするの初めてで、なんか、ま、緊張しました。もちろん緊張するタイプじゃないでしょ。タイプなんで知ってるんですか？長い付き合いですか？それ、まあ、ありますか？でもやっぱこのチャリティーミュージックソンに参加させていただくっていうこともあったので、うん、もう今日のためにいっぱい聞いてこようっていうのを頑張ってきましたし、うん、こういう機会がないとあんまりこういう場所に取材って行けれないので、そうだね、なかなかね、本当に初めて知ることもあって、うん、本当にありがたい機会だなと思ってしっかり学んできました。わ、素晴らしい、はい、ありがとうございます。じゃあその取材内容をいろいろ聞かせていただけるわけですね、うん、はい、取材、はい、そうなんですよ、はい、お願いします。ラジオ、うん、RCC ラジオお聞きの方はもうご存知かもしれませんが、はい、ここで改めて音の出る信号機の役割について、うん、広島中央特別支援学校の先生でご自身も目が不自由な細川義行さんに教えていただきました。音の出る信号機の役割って、はい、どんな役割があるか教えていただいてもいいですか？やっぱり見えていないと赤か青かわからないっていうので怖いですよね、うん、で青信号になったら音が出るから渡れるっていう安心だけが、それがすごい大きい、一番大きい安心するっていうことが一番大きいところがあるんですが、で意外なところで言うと、外のところにも音の出る信号機が聞こえるんですけど、うん、あ、ここに音の信号機が、音が聞こえてるなって言ったら、思ったら方向が分かるじゃないですか。だいたいあっちに向かって歩けばいいなとか、だから遠くにいてもあの音の出る信号機で迷った時に道しぶるべになるというところはあるかなと。ですので本当安心して 歩けるものですね。安心して歩けるもの、はい、ああそうか、はい、そうなんですよ、ね、信号機、まあ本当青を渡ります、音楽になったらどうぞ渡ってくださいっていうね、合図っていうのは分かるけど、うん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 、あの方向ですよっていう遠くから聞こえてくる音で道が分かるという、そうなんです。それはちょっと、うん、びっくり、そうか、確かに勉強になりますね。なるほどなるほど、その音の出る信号機で音で方向が分かるために、うん、それが大切と言っていたんですけど、うん、実は匂いとかも重要になってくるって。匂い、匂いってどういうこと？そうなんですよ、例えばこうマックのポテトの匂いとか、うん、パチンコ屋さんが開いた時のこのわーって音と匂いとか、ーラーメン屋さんの匂いとかも手がかりになるって、あのインタビューの中でした。すごい、そのだから匂い、もう音っていうイメージが強いですけど、うん、匂いでも、あ、この方向行けば、うん、あね、行き先が当たってるんだというのが分かるという、うんうん、確かに私たちはなんかね、うん、そういう匂い嗅いだらさ、お腹が空いてきちゃうけどさ、あ、そうか、手がかりにして、うん、重要な手がかり、ね、なるほど、大事だね、匂いもね、そう考えると。でそんな細川先生は、最近街を歩いている時に、うん、展示ブロックの上に置かれた自転車にぶつかって、うん、すごいこう危険な怖い思いをされたっていう体験があるそうなんですけど、うん、普段展示ブロックってみんな意識してますか？僕は意識してるんです。僕はやっぱり街でロケする時もあるんで、やっぱりここはあんまり、どういったり、まあそこでずっとね立ってロケをするわけにもいかないということだったり、あとやっぱり自転車多いよね。確かに自転車がねこう塞いでるというか、見たことないですか、加谷さん？駅とかの近くとかって自転車置き場がちょっと足りてなくて、ダッてこうなったりも
するところがあるから、どうにかねそこを整備していただきたいなっていうのはありますけどね。展示ブロックに、その上には物は置いてないけど、なんか看板がちょっとこうかぶってるっていうか、こう上に、そういうのもすごいなんか結構もっと意識してもらいたいなっておっしゃってました。そう、展示ブロック上にはないけど、上に飛び出て横から出てきてニョキッと出た若干なんですけど看板で、だって普通にそこから出て肩ドンと当たったり、そうなんですよ。わあ、それってでも怖いですよね。展示物の上に置いてないですか、いいですよねじゃなくて、そこ歩く人がいるわけだから、っていうのはやっぱりちょっと改めて考えさせられますね。で、もしその目の不自由な方を見かけてお手伝いをしたいなと思った時に、どんな風にじゃあ実際に声をかけたらいいかっていうのも、聞いてきましたの。ちょっと気になります。はい、はい、手助けをしたいなってなった時に声をかけたりとか触れたりとかってどのようにしてしたらいいんですか。はい、慣れてる道は多分すす白い杖ついて歩いてることはあると思うんですけど、ちょっと迷ってると多分なんか何回も同じとこ歩いてたりとかすると思うんですよ。そういう姿を見た時に何かお手伝いすることありませんかって聞いていただけるとすごいありがたいです。やっぱり声をかけてもらったら嬉しい。そう、すごい嬉しいです。大丈夫な人は、大丈夫ですって言って、言うと思うので、声かけてもらってもそこで大丈夫ですっていう人もいると思います。ですけど、もう本当かけてもらうとすごい助かります。はい、はい、なるほどね。何かお手伝いすることありませんかっていう、ちょっと道を迷われてる感じの、時にこう声かけてあげたらいいと。そうです、なんか迷ってる姿をこう見たら、横からゆっくり声をかけてくれたら嬉しいっておっしゃってました。そうか、そういうね、すいませんっていう感じで、大丈夫ですか、なんかそう、何かお手伝いすることありますかって。そうですね、いきなりこう大きい声で喋っちゃったりとか、触れたりしたらびっくりしちゃうので、横からゆっくりだったらもうすごく嬉しいとおっしゃってたので、なるほど、迷ってる姿を見たら声をかけて、正面からじゃなくて横からなんだ、横からっておっしゃってました。はい、そうなんだ、そうかそうか、なるほど。あ、これはでも本当にね、やっぱり僕らもこう生活してる中でそういう時もありますからね、こういう言葉を覚えてて優しく声かけてあげるといいということですね。わかりました。どうですか、ちなみに皆さんの周り、知り合いなんか、知り合いの方たちとかに身近にも目の不自由な方がいたりはしますか。でも私たち握手会とかお話し会をやる中で、ファンの方の中でも目の不自由な方がいらっしゃったりして、でも来てくださるよね、来てくれるよね、嬉しい、来てくださる。だってね、本当 ST48 の音楽ですごい元気になって、直接その声を聞きたいとかってで行かれるでしょ、会いに来てくれたり、ライブにも来てくれるよね。嬉しい。じゃあもうね、勇気になってるというかね、楽しみになってるということで、そしてですね、今回この学校に通っている学生の皆さんにもお話をお伺いしました。ゼニタニ周平です。ゼニタニさん、ありがとうございます。はい、今どんな風に見えてますか、目は。今はですね、人影がぼやっと見える感じで、当時はもっと見えてたんですけど、中3の、終わりぐらいから、見えなくなりました。でその中で、はい、生活していて難しいなと思うことってありますか。難しいなと思うこと、やっぱ外を歩くときですかね。やっぱ見えない分こう、方向感覚がたまに分かんなくなったりとか、車とか人とか、そうですね、人とか車を避けているうちに、方向感覚がなくなって、結構危ないというか、やっぱ外をそうやって歩くときに音の出る信号機があったら生活しやすいですか。しやすいですね、やっぱり青なのか赤なのかっていうのも、見えないので。音と、はい、お名前を教えてもらってもいいですか。名前は
ボータソウスケです。ボータくん、ありがとうございます。あ、おいくつですか？10歳です。10歳、若い。すごい。ありがとうございます。今、あの、ボータくんはどんな風に目は見えてますか？もう、あの、両目とも何にも見えません。あ、もう近くも遠くも。はい。あの、音の出る信号機とかがあるじゃないですか。そういうのってですか？結構助かりますね。どんな感じで助かりますか？なんかもう青になったっていうのが分かって、できれば、あの点滅音付きの信号機がもっと増えてほしいなって思うんですよね。それはなんでですか？黄色になったから危ないっていうのを知らせてほしいからですね。なんか今もうなんか点滅音付きの信号機一応あるんですよ、はい、だけどなんか少ないなと思うので点滅音がやっぱり欲しいですよね。竹村慎吾です。竹村さん、ありがとうございます。あ、何歳ですか？9歳です。お、9歳、今竹村さん、あの、どんな風に目は見えてますか？右目がちょっと見えにくくて左目が見えやすいです。あ、なるほど。じゃあ、あの、左右で見える感じが違うってことですか？はいはい、普段どういう風な遊びで遊んでますか？学校だったら昼休憩に大体鬼ごっことかしたりしてます。それはあのグラウンドとかで？はい。どんな感じで鬼ごっこするんですか？鬼はそのマラカスを首から下げて、逃げる人は鈴を首から下げるっていう風にして、で音がするようにしてます。それで鬼か逃げる人かで耳で。はい。やっぱり鬼ごっこ楽しいですよね。楽しいです。林健太です。林健太くん、ありがとうございます。はい、今あのどのような風に見えてますか？右目と左目大体同じぐらいなんですけど、明るいくらいとか人の影とかっていうのが見えます。あ、なるほど。で、あの、普段学校にはどうやって来てるんですか？学校には、週に2回、週に3回はスクールバスで、週2回は、1人で、公共交通機関使って来ています。自分で？はい。学校に来るときにちょっとこれ大変だなとかって思うことってありますか？なんかバスで来てるんですけど、はい、乗った後に、席を探すのがとても大変なので、それは乗ってから運転手さんにどっか空いてる席ありますかっていうふうに聞いたりとか、信号機がない横断歩道があって一つ、でそこがですぐその目の前がガソリンスタンドだったりとかっていうのがあって、その車がよく通るのでそこを渡ったりするのとかが一番ですね。田中一花です。田中さん、ありがとうございます。目はどんな風に今見えてますか？右が全く見えなくて、左は、濃い色とかは見えます。色とかは見えるんですね。はい。田中さんは学校に普段どうやって通ってますか？うちから歩いてきてます。あ、歩いて全部徒歩で？あ、はい。どのぐらいの時間？だいたい10分ぐらいです。10分ぐらい。白杖？あ、はい。を持って？はい、白杖を持って歩いてます。その白杖を持って学校に通うまでなんかどのぐらい練習とか訓練とかをしたんですか？1年かそのくらいやりました。ありがとうございました。じゃあさようなら。はい、頑張って授業。ほのさん、さようなら。またいつか来てください。あ、来ます。また来てください。次いつ来ますか？次いつ来ようかな。じゃあ明日。ほのさん、バイバイ。ほのさん、バイバイ。ありがとうございました。ほのさん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、みんなめっちゃ元気。最後ほのちゃんバイバイ。もうね、あの、みんなファンになりました、私の。そうだね。ニックネームまで覚えて元気いっぱいでした。やっぱ目が不自由っていう一言でも、やっぱみんなね、それぞれ症状は違うんですね。そうなんですよ。他にもですね、展示の教科書とか、音の出るパソコンだったりとかも、いろんなものをその学校で見させていただきました。矢野さん。
どうですか今回の取材を通して、はい、どうでしたか、はい、この取材初めてだったんですけど、うん、やっぱり本当に実際に行ってみないとわからないことだったり、うん、感じられないものがあったので、はい、こうやって私が実際に体験したこととか思ったことを、うん、もうこうやってラジオとかで発信していきたいなと思いますし、うん、こういうグループにメンバーたくさんいるので、うん、伝えていきたいなと思います、うんうん、はい、なんですけど今回たくさんの方に本当にお話を聞いて、はい、全部紹介したかったんですが、うん、時間の関係で全部紹介できなくて本当にごめんなさい、はい、でも皆さんにとお話できて本当に楽しかったし、うん、勉強になったので、うん、もうありがたかったです。本当にありがとうございました。もう矢野さんもねもう皆さんにどんどん伝えていってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティミュージックソン RCC 本社第2スタジオからお送りしています。さあそれではこの時間最後に1曲お届けしましょう。はい、私たち ST48 の曲でミュージックソンのこのテーマにも合っていて、うん、優しい気持ちになれる曲だと思って選びました。それでは聴いてください。 ST48 で風を待つ。さあ、ST48 の風を待つに乗せてですねちょっとメールいただいてますのでちょっと紹介させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。ラジオネーム清兄さん、ありがとうございます。私が ST48 の公演を白状を持って見に行くと、いつも声をかけてくださる会場スタッフさん、顔はあまりよく見ませんが声を聞くと安心している自分がいます。安全に座席までアテンドしていただき本当に助かっています。メンバーの皆さんも様々なイベントで気配りをしてくださり感謝しています。ありがとうございます。ということです。ね、いろいろとこうお送りしてきましたけども、どうですか今皆さんちょっと感想を、うん、そうですね、本当にいいクリスマスになりました。メリークリスマス。本当なんかすごい勉強にもなりましたしね、はい、もう本当によかった、はい、矢野さん、はい、やっぱテーマが音楽ということで、うん、私たちも歌を歌っているあのアーティストっていうか、まあ、立場なので、うん、たくさんの曲を、うん、SN の曲も聴いてほしいなと思いました、うん、そうだね、はい、うん、もっといろんな人に聴いてもらいたいですもんね、うん、はい、解散。はい、今日は朝9時から、はい、生放送でお届けしたんですけど、私がこうやって元気に言うことで聞いてくれてる方が、うん、笑顔になってくれたらいいなと思いました、うんうん、ねえ、いや本当にね、なんかすごい素敵なクリスマスを迎えられましたね、はいはいはい、この後私たちはオンラインで募金の呼びかけをします、はい、RCC 本社とつないで呼びかけをしますので、うん、夢タウン広島、夢タウン呉、レクトにお出かけの際はぜひ募金のご協力をお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします、まあ、この後もじゃあお三方頑張っていただくということで、うん、はい、はい、さあ、ちょっとじゃあメール来ましたね。南区のミワちゃんさん、はい、先ほどのインタビューで、迷ってそうな時に声をかける、うん、外横から声をかけるってポイントを聞けてよかったです、うん、ありがとう。インタビューも優しい声がとても心地よかったです、うん、ということです、うん、よかったですね、矢野さん、ね、聞いていただいて本当にありがとうございます。さあもうお時間となりましたからね、僕らも本当になんか全ての方に明るさというか元気になってもらえるようにね、音楽であったり僕の喋りであったり届けていきたいなと思います、はい、ます、はい、まただからチルメンパーティーも聞いていただきたいと思います、はい、さあということで、これまでのお相手はボールボーイ佐竹と STU48 今村美月と甲斐ココアと矢野ほのかでした。この後も募金のご協力よろしくお願いします。